皆さんこんにちは。今回は4月12日から19日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは浜野区長が子ども食堂を訪問した話題をお伝えします。トピックスではクエト代表団が紅葉の森学園を視察した話題を。白髪の風景、今回は区内各地の芝桜をお楽しみください。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。浜野区長が子ども食堂を訪問しました。まずはそのニュースからお伝えします。4月12日、子ども食堂を運営している黒門カフェに浜野区長が訪れ、子どもたちと交流しました。これは区が今年度予定している品川子ども食堂フォーラムの開催に先立ち、浜野区長自ら子ども食堂の現状について視察したものです。子ども食堂とは、子どもが一人でも安心して来られる居場所として無料または安く食事を提供する民間の取り組みで、地域のコミュニティの中で子どもを育てていく拠点として全国に広がりつつあります。いっぱい食べてね。子ども食堂フォーラムは6月17日に開催する予定で、子ども食堂の開設を支援し、フードバンクなどの地域ネットワークを構築することで民間活動の活性化と子どもの居場所づくりを図ることが目的。黒門カフェの店主も登壇する予定です。ね、これ本当に今日のページ？この日、黒門カフェを訪れた浜野区長はエプロンを身につけ、子どもが用意してくれた手作りの名札を胸につけて準備万端。出来上がった料理をお盆に乗せ、配膳を手伝い、参加した子どもたちと一緒に食事を楽しみました。改めて子どもがいっぱいいるんでびっくりしましたよ。でね、みんながね生き生きしてるから素晴らしいね。ぜひみんなで頑張ってこれ続けてくださいね。お願いします。続いてはトピックスです。クエト代表団が紅葉の森学園を視察した話題をお伝えします。4月12日、クエート国からの代表団が紅葉の森学園を視察しました。クエート視察団はハイサムアルアタリ教育省副大臣をはじめとする教育関係者など11人、当学園が東京都オリンピック・パラリンピック教育世界友達プロジェクトでクエート国の応援サポートを行っていることから、今回の視察団受け入れとなりました。学園内では簡単な学校紹介に続き、2年生の市民科と6年生の理科の授業を見学。視察団のメンバーはスマートフォンで授業風景を撮影したり、同学園の小泉校長に質問するなど真剣な眼差しで授業を見学していました。視察団からは一貫教育やカリキュラムなど教育内容についての質問があったほか、教員の指導力向上に向けた取り組みなどについても多くの質問が寄せられ、区の教育施策や日本の教育システムへの関心の高さが伺えました。また廊下には東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた学習成果などが貼り出され、施設団の皆さんは興味深げに見ていました。
品川の風景です。今回は区内各地の芝桜をお楽しみください。さて次は春の品川区交通安全運動の話題など4つ続けてお伝えします。4月6日から15日まで春の品川区交通安全運動が行われ、浜野区長が町会自治会を訪問激励しました。190ぐらい。例年区内の各町会自治会が春と秋の品川区交通安全運動に合わせて啓発活動を実施。今年のスローガンは優しさが走るこの街この道路です。14日には浜野区長が警視庁のマスコットキャラクターピーポくん、ピーポくんの妹と一緒に大井2丁目町会、大井3丁目町会、大井滝王子町会、大井倉田町会、八潮自治会連合会を訪問。日頃の活動に対して感謝の気持ちを伝え、反射材などの交通安全グッズをプレゼントしました。浜野区長は皆様も交通事故には十分お気をつけください、引き続き積極的な啓発への取り組みをお願いしますと激励し、全員で記念撮影をしました。はい、もう1枚いきます。はい、また4月1日に大森駅水神口にオープンした大型地下機械式駐輪場を視察し、浜野区長自ら自転車の入港体験、スピーディーさと利便性の高さに感心していました。4月13日鮫浜小学校で全校児童を対象にした交通安全教室が行われました。これは春の品川区交通安全運動に合わせて実施、大井警察署員を講師に招き、児童たちの交通安全意識を向上させることが目的です。はじめに1年生が道路の歩き方や横断の仕方など基本的な交通の決まり事を学習、手の上げ方や左右の確認方法を身振り手振りを交えながら教えてもらうと、子どもたちは元気いっぱいに真似をしていました。また実際に国道の横断歩道を渡ることにもチャレンジ、緊張しながらも真剣に学んだことを実践していました。2年生から6年生は体育館で自転車で起こりうる交通事故の恐ろしさや気をつけるべき点などを DVD を視聴しながら学習。映像はクイズ形式になっており、なぜ事故が起きたのか、どうすれば防げたのかといった問題に子どもたちは積極的に手を挙げて答えていました。信号の前で、そうだね、はい、
信号のね渡る手前。4月14日、昭和大学の留学生が品川防災体験館で初期消火や避難姿勢などを体験しました。品川防災体験館は災害の恐ろしさを伝えることを目的として平成6年に開館した品川シアターを平成28年3月11日に災害時の正しい知識や技術を習得してもらう体験型の普及教育施設としてリニューアルオープン。防災意識の向上を目指す品川防災学校を開校するなど区の防災啓発の拠点となっていて、平成29年2月3日には来館者数が1万人に達しました。今回同館のプログラムを体験したのはインド、中国、トルコ、ネパール、マダガスカル、ミャンマーからの留学生7人。昭和大学では日本の医療技術を学びたい海外の若手医師、歯科医師、薬剤師、看護師などを毎年受け入れており、区での防災体験は今年で4年目になります。初期消火体験では水消火器や屋内消火栓のホースを持ち実際に放水。煙が充満した時の避難姿勢体験では低い姿勢を保ったまま移動することの大変さを実感しました。さらに地震体験者で東日本大震災と阪神・淡路大震災を再現した揺れを体験し、揺れの大きさに驚いた様子でした。How was today? Today was very informative because when I was in Japan last year, there was an earthquake in Nepal in 2015. At that time, I was in Japan.And in 2011, when there was an earthquake, I wasn't back in Nepal. So I have no experience of the great earthquake. I don't know how it feels, but today I really felt how it feels to be in an earthquake. 4月12日、品川水族館で行われている春の特別展、ゆる展リターンズに、ワラスボの巨大フィギュアが出現しました。品川水族館では5月8日まで春の特別展ゆる展リターンズ尾穂慎太郎とゆるい生き物の脱力祭りを開催。イラストレーターとしてお笑い芸人の尾穂慎太郎さんを起用し、新たなゆるさをシュールなイラストで表現しているほか、特徴のある生き物たちをイラストと飼育スタッフのゆるい解説で紹介しています。展示されているワラスボは、日本では有明海周辺にしか生息しない魚で、ムツゴロウと並ぶ珍魚とされているハゼ科の魚。灰色がかった体と凶暴そうな歯がむき出しになっている顔が特徴で、九州地方ではエイリアンのような魚として人気があります。佐賀県佐賀市が所有するワラスボの巨大フィギュアは門外不出とされ、これまで九州から出たことはありませんでしたが、今回は特別に珍魚ワラスボが生息する佐賀市を PR する一環として展示されています。また開催期間中はワラスボが入ったエイリアンラーメンを提供していますので、ぜひお召し上がりください。次は特集です。品川区立図書館で行っている障害者サービスを紹介します。品川区立図書館では、活字を読むことが困難な方や図書館に来館することが困難な方のためのサービスを行っています。今回は品川図書館の障害者サービス室で実施している活字を読むことが困難な方へのサービスを中心に紹介します。活
活字を読むことが困難な方とは、視覚障害がある方、視覚に障害はないが活字による読書が困難な方、麻痺や寝たきりなどの状況で通常の図書を読むことができない方です。ここにある資料はもともとはね、視覚障害者のために作られたところからスタートはしているわけですけれども、今著作権法が実は2009年に変わりましてですね、こういう形でこう元の原本を翻訳したり転訳したり翻案したり形を変えたりといった、そういった形の資料というのは必ずしも視覚障害者に限られるわけではなくて、そういう形のものを必要とする方であれば提供して構いませんよというふうに考え方が変わってきたわけですよね。ですから録音図書としてのこうデイジー図書とかカセットテープの図書にしても、視覚に障害のある人だけではなくて、例えばこう本を手に取ってめくれないそういう人たち、例えば寝たきりの人たち、介護度が重い人たちとかね、そういった方でも提供することが可能になってるんですね。それが一番大きな違いですよね。障害者サービス室で扱っている資料は転訳ボランティアが作成している点字図書。絵の部分を立体化し、お話の本文を点字で表記しているので、点字の学習や視覚障害のある親が子どもに読み聞かせをする場合にも使える触る絵本。デジタル技術を活用したデイジー図書などがあります。デイジー図書はカセットテープでは難しかった読みたい章やページの選択などが簡単にできるようになっています。内容紹介を始めます。こんなふうにこう目次をこう取り上げできるので、もっと細かく言えばページで飛ぶこともできるので、もうこれはカセットテープではできなかったことなんですね。だから視覚障害者の方がこう読み差ししたような形でね、本をねこう読んだりすることがもうできるようになったと言われるんですね。今までそれがもう本当にテープを飛べた動きしかなかったんだけれども、ね、そういう意味で本当に使い勝手が強くなったって言われてますね。こちらはマルチメディアデイジー図書。再生にパソコンを使用し、テキストを画面上でシンクロさせるため、文字の読み書きに困難が生じる学習障害のある方への読書支援メディアとして注目されています。頭を曲げて言いました。読み上げたところがこうハイライトするようになってきてるので、文字を追えない子っていうのは、僕らがほら子供の頃にも小学校で必ずいたんだけれども、こういうことで補えることができるようになったね。また品川図書館では、全国の図書館が制作した点字図書や活字による読書が困難な方のための電子図書館サピエを活用し、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書の提供も行っています。利用者が変わった、利用者数大して増えてないんだよ、3、4年前から比べると。だけど1ヶ月に5冊ぐらいが限度だからなんて言ってた人がもう2、30冊平気で借りるようになったりね。それは楽しいですよ、すぐ来るんだから。本当にこのサピエに加盟したのは、すごくね、ちょっと予想以上の効果は出てるね。区立図書館では、これら活字を読むことが困難な方へのサービスのほか、図書館に来館することが困難な方を対象に、図書館が所蔵している図書や音楽 CD などをご自宅にお届けする自宅配本サービスを全館で実施しています。品川区立図書館では、これからも障害者サービスの充実を図っていきます。詳しくは品川図書館までお問い合わせください。今回のニュースは以上です。次回は5月6日から品川シルバー大学入学式の話題などをお伝えします。この後は特別番組と区からのお知らせです。続き品川ホットホットお楽しみください。